右足痛でスタメンを外れていた清原が今日から6番ファーストで復帰。メイクミラクルへ。その清原の第1打席は1点ビハインドの2回、ランナーを1塁に置いての場面でした。本人も手応え十分だったというこの当たりは左中間の一番深いところへ。フェンスに当たって跳ね返ったと判定されたこの打球で1点は返して同点としますが、長嶋監督ホームランではないかと猛抗議。しかしこの映像が事実を語っても判定は覆らず、この回逆転のはずがホームランも幻と消え同点止まり。ジャイアンツにとって実に嫌なムードが漂います。早速もう一度あの2回の清原選手のあのシーンを一緒に見ていただきたいと思うんですが、こちらです。船木選手から打ったホームラン、これなんですよ。また違う角度から完璧に入って、余裕で入ってるもんね。これこれがですね、どう見てもあの黄色いとこまで行ってるじゃないですか。だからあれフェンスから2メートルぐらいあるんじゃないの。ありましたか ね, ねでもあれはホームランではないというジャッジがホームランですよ、下されたんです。ホームラン、ああいう時はね、長嶋監督もっとね、はい、審判に怒んなきゃダメですよ、はい、前の時は猛抗議したんですけどね。いや今回もそれは怒んなきゃダメですよ、うん、グーッて言ってガッと。星野さんだったら大変なことになりますよあれは。そうですか、ねもうそんな試合もうどんなにしたぐらいの勢いで、だからあれは絶対もっと監督はあの場所で試合が終わってからじゃなくて、うん、でももう済んでしまったことなんです。ちょっとさん心が広いっていうのか。明日ですもん。だって3対2で、まあ、結果でですからね、うん、でも3対2でだって巨人が勝ってたかもしれないんですよ。わからない。大きいですよこの一敗は。本当に大きいですよ。もう忘れましょう。フォアボールのランナー高橋を一塁に置いて5試合ぶりのスタメン復帰の清原を迎えます。左中間への大きな当たり、船木ねインサイドのシュートを狙ったんでしょうが真ん中に行ってしまいました、はい、逆転ツーランかと思ったんですが、うん、これはね僕入ってると思いましたけれども、もう一度ご覧ください。この当たりです。これは入ってますね、結局ツーベースで1対1の同点止まり。そういうことがあってレフトのあの辺見にくいのね、アンパイア、セカンドのアンパイア、見にくいと思う、ねうん、そうなんでしょうね。そしてですね、その清原選手の打球をめぐって試合後、巨人山室代表は週明けにもセリーグに対して審判6人制を求める要望書を提出することも明らかにしたということなんですね。うん、そうですね、うん、清原のあれがもしよ、はい、ホームランだったら、ゲーム展開はまるっきり変わってるね今日ですかね、はい